きます。どうぞ。さきらみこさん、犬神コロネさん、はじめましてフェニックスです。そしてくるってからどうも藤原竜也です。藤原竜也さんだ。ただいま、お二人がね、ミッコロネ24という企画で24時間配信をしているらしいです。そっくりやけど。そう。なんでね、今多分しんどい、時間帯とかだと思うので、そうですよ。なんでさくらみこさんが、藤原竜也さんのモノマネのファンらしいんでね、大好き。藤原竜也さんのモノマネでメッセージとかしてあげたらいいんじゃないかな。はい、おい、さくらみこ、はい、そして犬神コーナー。なかなかねえかと。24時間配信やってるなんてな、ああやるじゃねえか。いいか、お前ら絶対にこの企画成功させて、このクソみたいな人生を逆転するんだ。返しや返しや。じゃあ俺が今から圧倒的エールを送ってやる。いいか、お前らどいつもこいつも、待て、おい、話せ、黒く捕まれてる。どうしてだよ。YouTube のチャンネルの動画ね、いっぱい見あさって深夜シリーズとかも全部見て、もうね、おもろいな、おもろいなってね、もうほんと、めっちゃおもろいんでしょ、なんかくだらなくて。いやそうだね、コーネが元気ない時も送ってきてくれたもんね。コーネが送ったのは、なんかアモンガースのモノマネの、なんか全身タイツ履いてて、なんか、アモンガースのモノマネしてる。みこね、カイジの同時視聴したんですよ、映画の。うんうんうん。藤原竜也さんが出演してる、カイジのね、同時視聴をしたんですよ。で、ま、1ですよね。すごい、全部見てて、ま、さっきさ、どうしてだよって言ったじゃん。みこ、そのカイジマジ知らなくて、カイジ初見で映画見てたのね。で、こうもうワクワクして見てるわけよ、みこは。もう、なおね、なおね。ああ、もうなんかさ、もう橋も渡って、大変やん、見たことあるわみたいな感じさ。わあ、面白いなと思って見て、最後のエンディングまで見たの。来るか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 ってずっと思って見せたの。どうしてだよーってやつ。来ないんよ。あ、デスノートか。あ、そうなのよ。デスノートなんだって。マジ騙されたんだよ。デスノートは見た？デスノートまだ見てない。いや、いいよ、すごい。でもさ、のがりレコードさんはその藤原竜也さんモノマネって言いながらもかあのカイジのモノマネするやん。いや、まあ、でも待って待って、メコはね、勝手に、そうか勝手に、カイジはどうしてだよって言うもんなんだって思ってさ、なるほどね、言わなくて、おめーって。藤原リミックスって感じはなるのかな。そう、もうガーリレコードさんね、最初にね、まあ藤原竜也さんモノマネ見とったから、やっちゃまったというね。めっちゃおもろかった、ほんとに。いや、どうしてだよ、お待ちだったってことだね。そう。耳がこいつって何。はい、ということで、ハロー始まるよ。